こんにちは、花クラブの宮川です。今回は成人式が近いということで和装用髪飾りのご紹介です。お正月アレンジに使ったお花で練習をしてみましょう。簡単な付け方の説明もしていますので、ぜひ最後までご覧ください。花材は短くカットしてお水に 1,2 時間つけてしっかり吸水させておきます。基本的にはこう持ちのいいものから置いてても水が下がっていかないものから作業していきます。ブルーアイスです。葉っぱの終わってるところから1センチぐらい、小指1本ないぐらいかなの感じでカットしますね。半分にカットして折り曲げます。でこの一番下に引っ掛けます。で引っ掛けてもらったら根元を押さえておいて、手前側を持って立ち上げます。で1に巻きつけたら下に巻き下ろしていきます。で切り口のところに1に巻きつけてまっすぐ伸ばします。こんな感じですね。で、ワイヤーしたらすぐテープします。テープ必ず伸ばして使っていきますね。伸ばしたら本体を乗せます。反対側に持ってきてこうピタッとくっつけます。で粘着力があるのでくっついてくれます。右を下に置きます。テープをちょっとだけ斜めにします。指先にコロコロ転がしていきます。で先まで来たらまた第一関節に乗せます。親指で押さえます。テープ引っ張ります。指先に転がします。で、また先まで来たら第一関節に持っていきます。親指で押さえます。もう、 こう茎が終わってワイヤーだけのところになっているので、そしたら今度テープをぐーっとこう下に引っ張っていきます。でこの時にこのテープがこうワイヤーと離れていないようにしますね。ワイヤーをテープで包み込みたいので、テープはこのワイヤーの下に置いておきます。で、伸ばしてきたら指先にコロコロコロ転がします。先端まで来たらまたっていう形で繰り返していきますね。でちぎってしまいます。で根元押さえておいて2回ほどしごきます。でテープ伸ばしておきますね。大体この指4本ぐらいのところでカットするので、先までここの先端まで巻かれていなくっても大丈夫です。こんな感じですね。次はコロニラです。これも同じ感じですね、まあ、1センチ程度同じ要領で押さえておいて巻きつけて切り口2回転、マムです。こちらも指1本までですね。こんな感じでカットします。今度は22番ワイヤーになります。ここつまみますね。茎をつまみます。ワイヤーは短く持ちます。この茎の中に入れます。出てきたのを先端を曲げます。ワイヤーは平行になるように折り曲げます。こう広がってるときちんと入っていかないので、平行にしておいて下に引いていきます。で上から見てワイヤーがこうニョキッと出ていないようにしますね。かといってこう引っ張りすぎて下から出てこないようにします。指5本程度のところで粗切りをしてあげて、テープ引っ張って伸ばして、今度ね今までよりも若干茎が太くなるんですね。なのでまずは真横に1回転から2回転回転しておいて、テープ斜めにします。で巻き下ろしていきますね。巻き方は一緒です。指先まで来たらまた第一関節に戻す。でワイヤーだけになったら下引っ張っていって、同じ要領で巻いていきます。で切りますね。根元を押さえて2回しごきます。でテープを伸ばしておきます。こちらがねステムティッシュといって茎に保水をするものなんですけど、慣れてないとちょっと難しいです。まあ、でも一回やってみましょうか。
ご紹介だけしときますね。もし中に入れるのが難しいなと思う場合は、この茎の中を通さずに外側ですね、この外側にブスッと、中じゃなくって外なの分かりますかね、出してきます。で、同じ要領で引きますね。この切り口におしめりするんですね。こんな感じです。で、あまり下に来るとよろしくないので、グッと切り口のところに持っていきます。お水で濡らします。で、テープを引っ張ります。濡れてない手で引っ張ってください。と、下から当ててもらって、で、反対側に持ってきてキュッと押さえますね。で、この時にこのおしめりをギュッと潰さないように、潰すと絞ることになるのでよろしくないですね。で、そしたらこの根元のところはキュッと締まってる状態で、このおしめりがあるところはふわっと絞らないようにちょっとずつ巻き下ろしていきます。で、おしめりが終わったところですね、この終わったところからキュッとまたテープを引っ張ってくるくる、上を押さえずにこの根元のところを押さえておいてしごきます。ここは押さえつけずにテープすることが大事なんですけど、なかなかね、ここを絞らずにテープを巻くのが初心者さんには難しいんですね。やったはいいけど、ここがすごくモコッと太くなってしまったりすると紙につけにくいんですね。で、また絞るとやった意味がなくなるんですね。なので、初心者さんの場合はできるだけ持ちのいい花材を使っておしめりしない方をおすすめします。で、練習したい方はやってもらったらいいかなと思います。ピンポンマムです。で、これもマムもこの花びらが終わってるところから指1本程度で斜めにします。で、葉っぱ外しますね。で、茎の根元から指1本だと全然ワイヤーがかけられないので、茎の根元は奥の方にあるのでね、なので花びらが終わったところから、指1本程度ぐらいを目安にしてください。もうちょっと切っとこうかな。22番ワイヤーをこの中に入れていきます。もし中から入れれない人は外側で OK です。で、今度は24番ワイヤーですね。このワイヤーと同じか若干長めに当てておいて曲げます。で、親指で押さえます。で、親指で押さえておいて1、2、ピンと引っ張った状態で巻きつけます。で、そしたらひっくり返してもらって下に巻き下ろしていきます。で、切り口のところで2回転してそのまま下に、レンファレですね、茎にこうついてた状態ですね、そこで切り離してます。24番ワイヤーを2つに折ります。折り曲げてもらったらワイヤーを平行にしますね。で、だいたい同じぐらいの長さでカットします。で、平行に持っておいて、このちょっとリップを開けてもらって、この中に差し込みます。で、出てきたら引っ張っていきますね。で、上から見てこの突起のところよりも下になるようにワイヤーが入れ込んでいきます。で、ちらっと見える感じですね、覗くと少し見えるぐらいの感じ、引っ張りすぎて下から出てこないようにします。出てきたワイヤーと茎を一緒に持ってテーピングしていきます。で、テープ一周巻いて、この長い分の茎は切り落としておきます。かすみ草ですね、大きかったら1パーツでもいいですし、合体して大きくしてもらっても OK です。ちっちゃかったら26番でいいですけど、このぐらいだったら24番にしときましょうか。引っ掛けてもらって下ろします。長い方のワイヤーで巻き下ろします。この巻いてるところから指1本程度のところで茎は切り落とします。
でテープ巻きます。カーネーションです。これも指1本程度ですね。この中に差し込みます。22番ワイヤーです。で、あとはピンポンマムと同じ要領ですね。22番を巻きつけて、まあ、他にもやり方はありますが、同じ、何かと同じの方がいいかな。ハボタンです。茎が太いので少しこうくさびに切っておきます。まあ、ちっちゃいので横刺しだけでいいかなと思います。短くワイヤー持ってもらってブスッと突き刺します。引っ張っていってもらって親指と人差し指で一緒に下ろします。グッと押さえて、でここがあまり短すぎると抜けちゃう、裂けちゃうので、少し上の方にこの葉っぱのに近いところにワイヤーを差し込みます。で、太くなるので細いものよりはここのワイヤーまでに行くところはゆっくり巻いてもらったら OK です。で、過ぎたら同じ要領ですね。大きな葉ボタンの場合も、まあ、要領は一緒なんですけど、太いのでくさびに切りますね。茶色のところがあったらもう外しておきます。中に差し込むのとインソーションと、24番でくるくるってやってもらってもいいですし、まあ、できる方は同じ22番でプラス横刺しですね。こんな感じです。ニンニクも同じです。少しくさびに切りました。で、インソーションして、これはフッキングにしますね。鍵状にしてもらって、で引いていきます。極力お花びらが少なそうな、傷めない位置で引いていきます。で、24番ですね、巻きつけます。お花びらがそっくり返ってるので、花びらを巻き込まないように、傷めないように丁寧にちょっとずつ巻き下ろしていきます。で、ワイヤーだけのところに来たら一緒ですね。だいたい指4本程度でカットしておきます。これで制作は終了なんですけど、髪飾りの動画をアップすると付け方を教えてくださいとコメントが入ります。ピンで留めるだけですと毎回お返事していますが、今回は撮ってみました。髪にお花を差し込みます。アメピンで挟んで留めます。これだけです。軽い花材はアメピン1本で留められます。花の根元あたりを留めるイメージです。重い花材の場合はアメピン2本を平行に留めつけます。カスミソウやデンファレ、グリーンや小ぶりで軽い花材は初めてでもつけやすいですが、重たい花材や大輪マムなどのように繊細な花材は素人さんではうまく留められなかったり、お花を傷めたりします。美容師さんにお任せする方が綺麗にかつ外れないように留めてもらえるので、そこはプロにお任せしましょう。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。